日本の皆さん元気でしょうか。決して怪しい店ではありませんよ。トゥーレさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今回はスポーツチャンネルダゾーンとスポーツ文化育成総合メディアジ・アンサーとの J リーグ推進委員会の毎月恒例企画になります。はい、試合展開としてはね、ビハインドであのフリーキックがあったわけですから、ここぞというところであの集中力、コース、キックの質、キーパーがいくら飛んでも止められない、決して簡単なフリーキックじゃなかったんですけど、素晴らしかったですね。やっぱりヤットさんじゃないとやっぱりできないんだなって改めて思いました。しかもあのフリーキックで同点に、はい、追いついて逆転にまで試合の結果としてはなったんですけど、あの一蹴りで相手の相手に対するダメージ、自分たちに与える勢い、いやまあこれはもうエースが決めてくれるとチームは自然とね勢いが出てきます。いやもうね、やっぱ首位争いを してるチームですし、ああいうと、まあ、取りこぼし的なところできない今現状態では、やっぱり引き分けでもこう辛いと、1点ビハインドされててもちょっと焦ってしまったりとか、自分たちのリズムでやれなかったりっていうのがやっぱり一番難しい試合にはなっていくんで、ああいった場面でね、もう一蹴りでね試合を決めてしまう、やっぱりヤットさんじゃないとやっぱできないんだなって改めて思いました。まあ、距離的には20メートルぐらいだったと思うんですけど、ちょっと近いかなっていうのは思ってます。いや、だからこそ難しいんですよね。力入れすぎちゃうと、まあ力んだりして壁にぶつかる、入れすぎちゃうともう枠を越えてドーンってなる、あそこやっぱり落とすところをきちんとできる選手じゃないといけないので、簡単なことじゃないです。あの一瞬で、勝ち点差を取れるような試合の流れに持っていく、もうヤットさんならでのことだと思います。やっぱりジュビロも J1 で常にこう優勝争いできるようなチームクラブではないといけないと思いますし、まあ、実際僕がね、J リーグのこう入団してきた頃に、黄金世代のジュビロだったって、もう敵に近いジュビロだったって、そういったことも含めてすごいなと思いました。遠藤選手がガンバ大阪からジュビロ磐田に移籍した時に、はい、トゥーレさんはあまり聞きたくなかったなっていうふうなおっしゃってました。まあ、これは正直な話でね、レジェンドがいるっていうのはなんかこう邪魔に見える、新しい人たちが来て新しい監督が来るとちょっと邪魔に見えるような感じになるんですよ。それはね、監督が力がないからそういうふうに見えるんですよ。だからどうしてもこう預かりにくいとか、どうやってやったらいいかって分かんないからこそ、なんか出さなきゃいけないっていう状況になっていくわけですよ。ヤットさんがガンバから離れていくとね、全然いい成績も上げられてないし、そういうことを含めたことを考えると、やっぱり実力の世界ですし、バリバリやれてるし、もうね、自分のチームになってるぐらいですから、ジュビロはね、また J1 に上がるところまでは来てると、やっぱりそこの力っていうものを生かせられない指導者たちがどんどん出てきてるわけです。僕もその一つの例だと思うんですよ。そういう人たちをやっぱうまい具合力を引き出せるような指導者たちもこれからも出てこなきゃいけないと、そういったことを考えたら、やっぱちょっとガンバは失敗したんだなっていうふうに思います。まあ、そんな遠藤選手を受け入れたジュビロ磐田ですけども、まあ、今の監督はその黄金期を支えた鈴木正和さんですけれども、はい、そのやっぱりレジェンドのこう扱い方も分かってるんですか？まさにその通りじゃないですか。やっぱ存分に引き出せる指導者じゃないですか。あれだけの人たちを見てるわけですからね。だからこれぐらいやってればどんどん引き出せると、やり方もある、引き出しもいっぱいある、そういったことも含めてどんどんそういう目で、厳しい目で見ていかないと指導者も育っていかないと思う。まあ例えといるとね、俺がウレッツから名古屋に行った時に、名古屋で優勝させて、まあ優勝して結局レッツは最後の最後まで J2 に落ちるか落ちない、
じゃあどっちの方が正しかったか、監督を選んだフロントか、俺を見捨てたフロントか、逆にこういう人でも預かえるよ、活躍させるよっていう名古屋のフロントかっていう、やっぱそういうところあるんじゃないですか。どうやって出ていってるか、なぜ出ていってるかっていうこともね、これはきちんとサポートにも説明しなきゃいけないと、そういう時代になってきました。最後に41歳マエストロ遠藤康仁選手にエールをお願いします。仲いいのももちろんですしね、あのプレーを見ててもね興奮してしまう、あんな淡々と簡単にやれるサッカーってそんな簡単に見えるけど簡単じゃないぞと思いながらずっと見てますし、これからもねやっとさんの、ね、活躍もうできるだけ長く見ていきたいなと思います。まだにやっとさん健在だと、これからもね J1 に向けてどんどんやってください。もうそれが楽しみでしょうがないです。